11月1日、岐阜県揖斐郡池田町、のどかな森と畑の里にこだまする消防隊の高らかなラッパの響き。第28回岐阜県消防大会の開始が告げられます。子どもたちに迎えられて入場する日本消防協会笹川良一会長、民間消防組織の強化充実に尽くしてきた笹川会長の心意気を反映してか、各地で催される消防大会も年々盛大なものになっています。一昨日、世界平和大学というものが、会長自身も相変わらず元気いっぱい、集まった人々に自らの体験を力強く語られました。代表が参ります。イギリスからは皇太子殿下、日本からは私が代表で参りました。しかるところ、イギリスの公衆では皇太子との写真は一切撮っちゃいけないということでありましたけれども、私だけは特別扱いで2回お話しすることができて、そうして記念の撮影もお許しになると